山梨県の広報誌ふれあい特集号春ボリューム48こんにちは声の山梨県の広報誌ふれあい特集号春ボリューム48をお届けします今月の表紙は関東特集第45回新原稿祭りで新原稿役に挑む俳優の陣内隆則さんです黒縁眼鏡にワイシャツネクタイ姿で 黒の革ジャンパーを着ています右手に持った軍配を胸の前にかざし微笑んでいますボリューム48の内容は 1. 第45回新元光祭り 2. 輝き安心プラチナ社会の実現を目指してダイナミック山梨総合計画 3. 大村聡さ,さんメダルを携え起業 4. 情熱ユニバーシティーボリューム8ノ延山大学5一瞬を大切にきらめく山梨の旬ボリューム8風林火山紅葉戦国隊新元校の五女松姫こと伊藤由香さん6山梨の偉人たち23日の春開拓に尽力した明治の政治家富岡慶明 7. 山梨の今をお届けする山梨県政ニュース 8. 県立施設の最新イベント情報 9. 山梨のおもてなしレシピ8です第45回震源公祭り全力で名称新源公役に挑む山梨の春の風物詩震源公祭り 45回目を迎える今年は4月8日から10日にわたり開催します祭りのメインイベント公衆軍団出陣で新元公約を務め世界最大規模の武者行列を率いる俳優の陣内隆則さんに新元公約にかける意気込みや演技への思いを伺いました俳優陣内隆則さん 1958年8月12日生まれ、福岡県出身。1980年、ザ・ロッカーズでバンドデビュー。1982年、映画、爆裂都市、バーストシティで俳優デビュー。1986年、テレビドラマ、ライスカレー。1989年、愛し合ってる会、などで注目される。映画、超ンで。 1987年放置映画賞主演男優賞1988年ブルーリボン賞主演男優賞を受賞日本アカデミー賞優秀主演男優賞を1988年「長灯」1989年「極道都政の素敵な面々「傷」で2年連続受賞する以後テレビ映画舞台などで幅広く活躍 監督作品としては「ロッカーズ」「スマイル」「聖夜の奇跡」がある写真赤糸おどしの鎧兜の横に立つ陣内さん表紙と同じ服装で軍配を胸にかざしています写真終わり動画で見てみよう陣内さんのインタビュー1スマートフォンまたはタブレットに大文字 L 小文字 AYAR AR レイヤーの、AR、アプリをダウンロード無料2アプリを起動3写真にかざした後タップすると動画が再生されます山梨とはご縁があるなと思っています山梨県はロケ地として使わせてもらうことが多いのでご縁があると感じています特に機会が多いのは 富士吉田市。富士山の眺めが素晴らしい場所ですね食べ物だとブドウが好きです寒い時期はほうとうもおいしいですよね信玄公のイメージは日本一の武将僕は、H「HONGANJI 本願寺」という舞台で織田信長を演じています武田信玄という人物は、 信長にとって唯一勝てない目の上の端古部のような存在でしたですから日本一の武将というイメージであと10年長く生きていたら天下を取ったのではないかと思っていますそんな武将を演じるわけですから雄大で骨太な信玄公でありたいと思っています僕はこれまで演じてきた全ての武将が好きですですから今回武田信玄も 好きな武将に加わることになります。新元公役が陣内で良かったと思っていただきたい。新元公祭りは10万人以上が訪れるすごいお祭りだと聞いています。僕が新元公を演じると発表された後、インターネット上でたくさんの反応を目にしました。期待の大きさを知り、嬉しく思うと同時にプレッシャーも感じています。 武田といえば騎馬隊ですが僕は馬が好きですこれまで大河ドラマなどで何度も乗馬シーンを演じてきました信玄公祭りでも騎乗して出陣しますのでそういう部分にも注目していただき信玄公役が陣内でよかったと思っていただきたいですまた山本勘助役の川口信吾は僕にとって勝手知ったる弟分 舞台で何度も共演した信頼している役者です大将と参謀の関係を二人でしっかり表現したいと思っています人を楽しませることそれが表現のベース人を楽しませること感動させること魅了することこれが僕らの仕事の基本だと思うので常にそこに立ち返りそこをベースに活動しています 表現の方法は音楽や演技映画作りなどいろいろですがこのベースは変わりませんまたまず自分が楽しまなければお客さんを楽しませることはできないという思いもずっと変わらず持っています全力で真言公約に挑む芝居にはその人の人生その人の魅力が現れますだから僕は 役者にとってしっっかり生きることとが大切だと思っています。そんな思いで一日一日を積み重ねデビュー36年目の今年第45回信玄公祭りの信玄公役をやらせていただくことになりました山梨県民の皆さんの期待に応え喜んでいただけるよう全力で武田信玄公役に挑みます武田信玄を支えた軍師山本勘助役 川口慎吾さん俳優1978年2月4日生まれ愛知県出身テレビドラマ「仮面ライダー響き」で仮面ライダー轟を演じた陣内さんとの息の合った演技に期待写真新元公祭りのポスターを背にインタビューに答える陣内さん 舞鶴城公園での出陣式の様子そして川口慎吾さんのプロフィール写真があります写真終わり新元校祭りを支える人たちラングラーランチ代表小淵沢ホースマンクラブ会長田中光則さん北都市の乗馬クラブを中心とした小淵沢ホースマンクラブは 長年信玄公祭りに牙を提供している会長の田中さんは高度な技術を必要とする役馬映像作品などに出演し演技する馬役馬調教の第一人者写真 NHK 大河ドラマなどで活躍している役馬のスピンと一緒に厩舎の前に立つ田中光則さんです写真終わり 馬と人の信頼関係が描く戦国歴史絵巻馬は元来とても臆病な動物で大きな音や炎声援の中での行進は実はかなり難しいのです。それができる馬を育てるには個々の馬の気性を理解し気持ちを常に考え馬と人間の信頼関係を築きながら特別な調教をする必要があります。 ですから、新元光祭りのように、30頭以上の馬が出演する祭りは、他にはなかなかないと思います。また、新元光を乗せ、堂々と行進する役馬になれるのは、数百頭に1頭くらいなので、注目してほしいですね。馬は長い歴史の中で、人間と共存してきた大切なパートナーです。そんな馬と人の絆、信頼関係を、 祭りを通じて感じてもらえたら嬉しいです。武田騎馬隊を現代によみがえらせる。祭りの日は出演の数時間前に会場に到着し、時間をかけて馬の準備。また出演後の馬のケアを終えると深夜になってしまいます。前日の夜中に雪が積もり、大慌てで全ての馬運車。馬を運ぶ車。 にチェーンをつけたた年もありましたこのように大変なことも少なくありませんが私のような馬を扱う人間には武田騎馬隊に対する憧れがありますですから神玄公祭りは騎馬隊を現代によみがえらせる名誉ある仕事だと思っています神玄公祭り軍奉業役井野弘光さん演劇経験を変われ 二十七歳の時、信玄公祭りのスタッフから、言葉による祭りの演出を依頼された。それ以来、南極観測隊に参加した1998年以外、40年以上、軍部業役を務めている。元山梨大学勤務。絶えず舞台を鼓舞し、軍部業役で臨場感を演出。軍部業は戦の進行無者。 儀式の進行や入陣出陣する軍団の呼び出しが役目ですお客様は武者たちの優相な姿や臨場感のある出陣を期待していますのでそれに応えられるよう努めています隊列が乱れないよう絶えず拳アクシデントの際はアドリブでセリフを入れて場をつなぎます凛々しい公衆軍団を見て新元号の偉大さを感じ 山梨はすごいと思ってもらえたら嬉しいですね新元校の遺徳と平和の尊さを伝えたい新元校はインフラを整え民生の安定を図りました農民はそんな新元校を敬い何かあれば親方様のもとへと思っていたのでしょう私は国と家族を守るためはさんじた彼らの思い そして平和の大切さを伝えたいと思っています信玄光祭りは合戦を賛美する祭りではないので実は綺麗とか書か,かれという言葉は台本にあってもあまり言わないようにしています近年は外国からの参加者も増えました戦に関する様々な儀式や甲冑の装飾などには日本の文化の繊細な感性が現れていると思いますそんな。 切り合いのためだけではない合戦用の文具装備にも注目してほしいですね写真2枚1枚は采配を手に声を張り公衆軍団を鼓舞するイーノさん赤糸おどしの鎧に身を包み采配を手にマイクの前で声を上げていますもう1枚はタートルネックにジャケットを着、帽子をかぶって何か話をしているイーノさんです 写真終わり新元校の魂よみがえる3日間4月9日公衆軍団出陣軍団集結午後3時15分から4時25分まで各陣屋から舞鶴城公園出陣を彩るパレード午後3時40分から4時40分まで平和通り 伝統芸能騎馬行列ゆるキャラなどが祭りを盛り上げる出陣式午後4時30分から5時まで舞鶴城公園大型画面で舞台の様子を中継なお大型画面は防災新館甲府市役所に設置されます甲州軍団出陣午後5時から6時50分まで舞鶴城公園から甲府駅前 平和通り、城東通りと更新し、舞鶴城公園に戻ります。起陣式、午後7時から7時20分まで、舞鶴城公園。会場案内図があります。公衆軍団出陣コースについて説明します。舞鶴城公園に集結し出陣後、甲府駅南口から平和通りを南へ進みます。 警察署前交差点を左折、城東通りに入ります。岡島百貨店を通り過ぎ、桜通り中交差点を左折し進みます。そしてもう一度左折し、勾配北通りへと入り、スクランブル交差点まで行進します。この軍団の進路に沿って観覧エリアがあります。大型画面で出陣式の様子を放映します。この大型画面は、 防災新館、甲府市役所に設置されます。なお、総合案内所が開催期間中3カ所、舞鶴城公園内、甲府駅南口、新元構造前、春日モールに設置されます。また、舞鶴城公園内は4月9日土曜日午後3時から一部エリアが立ち入り制限となります。会場案内図、終わり。 祭りを彩るイベント4月8日金曜日恋姫コンテスト午後5時から7時まで甲府駅北口よっちゃばれ広場なお午後4時から飲食ブースが出展されます4月9日土曜日スーパー風林火山パフォーマンスコンテスト午前10時30分から午後2時45分まで舞鶴城公園 風林火山総踊り午後4時15分から5時30分まで上等通り輝きの祭典大宝飾展午前10時から午後7時まで県庁防災新館山梨プラザ4月10日日曜日戦勝を祝う賑わいの城下町午前9時から午後5時まで舞鶴城公園及び周辺 剣道大野試愛空手演舞会子ども武者行列甲府林演奏和太鼓演奏会甲州寺小屋子屋恩師林記念館第1部午前10時30分から正午まで第2部午後1時30分から3時まで同時開催出陣の演4月9日土曜日 午前11時から午後5時まで、甲府駅北口よっちゃばれ広場、特産品販売、ゆるキャラ集合、戦国体験、塗り絵コーナーなど、新元公を思う茶会、4月9日土曜日、10日日曜日、午前10時から午後3時まで、甲府駅北口クリスタルアース前、甲府の歴史や文化に触れ、 交流「に心和む茶会にぎわい城下町」「4月9日土曜日午前10時から午後8時まで」「4月10日日曜日午前10時から午後4時まで」「舞鶴城公園および周辺」「県産品の展示即売屋台」「新玄グルメ横丁」「4月9日土曜日午前10時から午後8時まで」 4月10日日曜日午前10時から午後4時までカスガモール県内各地のグルメ集合ミニステージでの音楽演奏など出陣を彩るステージ4月9日土曜日午後1時から3時まで県庁防災新館南側道路音楽演奏出陣団体によるパフォーマンスなど問い合わせ先 山梨県新元工祭り実行委員会。電話055-231-2722。代表。インターネットは新元工祭りで検索。輝き安心プラチナ社会の実現を目指して。ダイナミック山梨総合計画。ダイナミック山梨総合計画は、リニア中央新幹線開業時及び、 開業後の本件の姿を示す長期的展望と、2020年東京オリンピック・パラリンピック開催までの5年間に実施する施策事業に関するアクションプランで構成しています。県では、リニア中央新幹線開業により、格段に高まる有利性を最大限に生かした新たな地域社会を創造していくための土台づくりをしっかりと進めていきます。 ダイナミック山梨総合計画とは、地方創生時代を勝ち抜くための新たな県政運営の基本指針。リニア中央新幹線により飛躍的に高まる有利性を最大限に生かした地域社会を創造するための計画。新たな地域社会創造に向けた土台づくりの第一段階である計画。計画の構成には、 長期的展望とアクションンプランがあります長期的展望目指すべき地域社会今世紀後半ごろ期待される本県の将来展望2030年平成42年ごろアクションプラン計画期間2015年平成27年度から2019年平成31年度まで 計画期間中に実施する主要な施策事業の内容及び工程等矢印があり2015年から19年度2030年頃、今世紀後半頃とだんだん太く描かれていますダイナミック山梨総合計画は県のホームページ各地域県民センターなどでご覧いただけます。 リニア中央新幹線開業で大きく変わります。リニア中央新幹線開業後、甲府と東京都心は約25分、新横浜と同等で結ばれるようになり、中京圏、関西圏への無理のない日帰り旅行も可能になります。また、主要な空港への所要時間が大幅に短縮されます。それによって、 人と情報の交流密度が飛躍的に向上東京都心から25分圏の主な都市の地図があります都心から25分圏の都市が線でつながれています東側から読みます船橋松戸埼玉大宮国分寺甲府横浜です地図終わり 交付からの所要時間の図があります。交付を中心に右側が東京方面、左側が名古屋方面です。所要時間は1時間刻みで表されています。現状の所要時間。交付からの現状の所要時間。東京、新宿、およそ1時間半。仙台、3時間と少々。成田空港、 3時間と少々。羽田空港、2時間と少々。横浜、2時間強甲府から名古屋、3時間強京都、4時間弱。大阪、およそ4時間半。伊勢、5時間弱。中部国際空港、4時間強です。リニアが開業すると、甲府から東京、 品川およそ30分仙台2時間と少々成田空港およそ1時間半羽田空港横浜とも30分強です甲府から名古屋およそ50分京都1時間と少々大阪およそ1時間50分伊勢2時間と少々中部国際空港およそ1時間半 です図終わり「新たな地域づくりの基本戦略」「これからの山梨を支える3つの力エネルギー供給力景観農業力安心防災力を生かし高めることにより全ての県民が明るく希望に満ち安心して暮らせる輝き安心プラチナ社会の実現を目指して県民総参加で 六つのプロジェクトを展開します。ダイナミック山梨総合計画概念図。概念図の中心に、県民総参加による新たな地域づくり、ダイナミック山梨とあり、上向きの矢印が、地域経済の活性化、安定的な雇用の創出、暮らしやすさの向上に向いています。そこから、目指すべき地域社会、 輝き安心プラチナ社会未来の姿生き生きとした暮らし活発な活動と交流の舞台「100万人都市山梨」に矢印が向かっています「ダイナミック山梨」の図は中心に価値と安心感の源泉山梨を支える3つの力「エネルギー供給力」「景観農業力」「安心防災力」があり そこから方方向に方向に双の矢印,があります矢印の先は1山梨創生推進プロジェクト2基幹産業発展創造プロジェクト3地域産業元気創造プロジェクト4学び子育て環境創造プロジェクト5健やか快適環境創造プロジェクト6 安全・安心交流基盤創造プロジェクトです。この図の下に、ダイナミック山梨に向かう3つの矢印があります。矢印の中にはそれぞれ、東京圏に近接する立地条件、魅力的な自然環境、豊かな地域資源、リニア中央新幹線等によるアクセス性の飛躍的向上と書かれています。図、終わり。 山梨を支える三つの力エネルギー供給力活力ある地域経済と県民生活を実現するため地域資源を活用して安価で安定的なエネルギー供給力を強化します景観農業力農業など個性豊かな地域産業を発展させ新商品の創造や農村景観の向上などにより 本県の魅力を高めます安心・防災力暮らしや経済活動を守るため自然災害などへの備えや教育・子育て・医療・福祉などを充実させます6つのプロジェクトは1山梨創生推進プロジェクト人口減少による負のスパイラルの克服 人口減少による負のスパイラルを断ち切り好循環へと反転させていくため県が積極的に触媒の役割を果たし多様な主体の連携・共同の強化を図りながら地方創生の取り組みを強力に推進します主な成果指標の表があります縦に転入者数転出者数合計特殊出生率の項目があり横に現況地 目標値の項目があります。転入者数、現況値、平成26年、12,029人、目標値、平成31年、平成26年数値の10%増加、転出者数、現況値、平成26年、14,593人、目標値、平成31年、 平成26年数値の10%減少。合計特殊出生率。現況値、平成26年1.43。目標値、平成31年1.6。賞を終わります。2。基幹産業発展創造プロジェクト。本県経済と雇用を支える基幹産業の発展。 新たな地域づくりを行っていく上で必要不可欠となる経済基盤の強化に向けてエネルギー人材供給力の増強や本県の特徴を生かした新産業の創出などにより基幹産業の維持・発展・裾野の拡大を図ります主な成果指標の表があります縦に企業立地件数、累計安価な電力の供給量 県内大学等卒業生の県内就職率、新規企業創業件数、累計の項目があり、横に現況値、目標値の項目があります。ここで、累計は、計画期間中の累計を示しています。企業立地件数、累計現況値、記載なし、目標値、平成31年、65件、 安価な電力の供給量。現況値、記載なし。目標値、平成31年。4億7000万キロワットアワー。県内大学等卒業生の県内就職率。現況値、平成26年。44.2%。目標値、平成31年。50.0%。新規企業創業件数。 累計現況地被災なし目標値平成31年290件賞を終わります3地域産業元気創造プロジェクト地域資源を生かした個性豊かな産業の創出県内における活力ある地域づくりを進めるため 農林水産業と加工業、観光業などの産業間や、県内の地域間、産、学館金など様々な連携を強化し、個性豊かで儲かる地域産業の創出を図ります。主な成果指標の表があります。縦に、観光入り込み客数、実人数、観光消費額、木材生産量、農業生産額、 新規収納者数、貴金属製品出荷額全国シェアの項目があり、横に、現況値、目標値の項目があります。観光入り込み客数、実人数、現況値、平成26年、3001万7000人、目標値、平成31年、3142万7000人、観光消費額、 現況値平成26年、3573億円。目標値平成31年、4102億円。木材生産量、現況値平成26年、15万6000立方メートル。目標値平成31年、31万立方メートル。農業生産額、現況値 平成26年億円目標値平成31年950億円新規収納者数現況値平成26年274人目標値平成31年340人貴金属製品出荷額全国シェア現況値平成25年 目標値平成30年30.0%表を終わります4学び子育て環境創造プロジェクト明日の山梨を担う子ども・子育て支援の充実将来の山梨を担う人材を育成していくため 誰もが子供を産み育てたいと感じることができる子育て環境、主体的な学びを中心とした教育環境の整備を図ります。主な成果指標の表があります。縦に、地域子育て支援拠点施設の設置箇所数、総計。子育てを支援する企業の数、総計。男性の育児休業取得率。 全国学力学習状況調査の全国平均正当率との比較割合、小中学校、青年のスポーツ実施率、全国体力運動能力、運動習慣等調査における児童の体力合計点の項目があり、横に現況値、目標値の項目があります。ここで、総計は、 計計画期間以前をを含む累計値を示しています地域子育て支援拠点施設の設置箇所数、総計、現況値平成26年、65箇所、目標値平成31年、74箇所、子育てを支援する企業の数、総計、現況値平成26年、277社、目標値 平成31年352社男性の育児休業取得率現況値平成24年1.6%目標値平成30年10.0%全国学力学習状況調査の全国平均正当率との比較割合小中学校現況値平成26年 99.3%目標値平成31年100.0%超青年のスポーツ実施率元況値平成26年77.6%目標値平成31年80.9%全国体力運動能力運動習慣等調査における児童の体力合計点 現況地平成26年53.5点目標地平成31年55.0点生涯にわたり健康で生き生きと暮らせる地域づくり人生90年時代に対応し住み慣れた地域で安心して暮らせる社会づくりや県民医療の充実 学び直しと活躍機会の創出を図りますまた豊かな自然環境を生かし大都市圏住民に魅力のある豊かなライフワークスタイルを創出します主な成果指標の表があります縦に高齢者65歳以上就職率県内の介護施設等に従事する介護職員数医師数 山梨暮らし支援センターを通じた移住者数累計の項目があり横に現況値目標値の項目がありますなお累計は計画期間中の累計を示しています高齢者65歳以上就職率現況値平成26年20.6%目標値平成31年 26.0%県内の介護施設等に従事する介護職員数現況値平成25年1万737人目標値平成30年1万3283人医師数現況値平成24年1840人目標値平成30年 1990人山梨暮らし支援センターを通じた移住者数累計現況地記載なし目標値平成31年1300人表を終わります「6安全安心交流基盤創造プロジェクト」「地域の暮らしと企業活動を守り交流を促進する基盤づくり」 自然災害の頻発や公共交通の弱体化などの状況に対応し災害時にも企業活動と日常生活を維持できる社会インフラの整備地域における公共交通ネットワークの強化など安全安心交流の基盤づくりに取り組みます縦に「橋梁の耐震化率」「消防団員の充足率」 リニア駅からの30分到達県人口カバー率バス輸送人員の項目があり横に現況値目標値の項目があります橋梁の耐震化率現況値平成26年78.3%目標値平成31年100.0%消防団員の充足率現況値 平成26年92.5%目標値平成31年94.0%リニア駅からの30分到達券人口カバー率元境値平成26年62.5%目標値平成31年71.4%バス輸送人員元境値 平成25年1 0 1 4万人目標値平成30年1 0 4 7万人表を終わります「行財政改革の絶え間ない推進」「ダイナミック山梨プロジェクトの着実な推進を図っていくため県民ニーズの的確な把握に努めるとともに積極果敢に行動する人づくり組織づくりや 健全で持続可能な財政運営の確保など絶え間のない行財政改革の取り組みを進めていきます主な成果指標の表があります縦に管理職以上に占める女性職員の割合県保有データの公開数累計県税徴収率県債等残高の削減臨時財政対策債等を除く の項目があり、横に、現況値、目標値の項目があります。ここで、累計は、計画期間中の累計を示しています。管理職以上に占める女性職員の割合、現況値、平成26年、8.6%、目標値、平成31年 16.、16.0%、県保有データの公開数、累計 現況値、記載なし。目標値、平成31年、250件。県税徴収率。現況値、平成26年、97.5%。目標値、平成31年、98.0%。県債等残高の削減。臨時財政対策債等を除く。現況値、記載なし。 目標値、平成31年、750億円減。表を終わります。平成28年度予算が成立。本格的に指導する6つのプロジェクト。平成28年度予算編成のポイント。ダイナミック山梨総合計画や、町、人、仕事、創生総合戦略をはじめ、国際総合戦略。 エネルギービジョン農業大綱などさまざまな計画を本格的に実行に移していく初年度であるため輝き安心プラチナ社会の実現に向けた施策については厳しい財政状況にあっても積極的に計上しました特に人口減少に歯止めをかけ人口ビジョンにおける目指すべき将来展望を実現するための施策については 積極的に推進していきます加えて平成27年度2月補正予算においても国の補正予算を最大限活用することで公共事業費96億円や地方創生加速化交付金事業費8.9億円を計上するなど防災・減災対策をはじめとする基盤整備や町・人・仕事創生総合戦略に沿った施策を 当初予算と一体的に展開していきます平成28年度一般会計当初予算額の円グラフがあります円グラフは上から時計回りに読みます歳出総額4663億円教育費919億円19.7%交際費885億円19.0% 土木費624億円13.4%民生費542億円11.6%商工費346億円7.4%総務費343億円7.3%諸支出金311億円6.7%農林水産業費 252 5.4%億円警察費221億円4.7%衛生費165億円3.6%その他支出55億円1.2%歳入総額4,663億円地方交付税1,255億円 26.9%県税926億円19.8%県債626億円13.4%国庫支出金513億円11.0%繰入れ金454億円9.7%その他収入889億円 19.2%円グラフを終わります平成28年度予算の主要事業1山梨創生推進プロジェクト町人仕事創生総合戦略推進県民運動事業費267万円人口減少対策や地方創生に関する講演会の開催など 大村市人材育成基金事業費2069万円基金を活用し高校生大学生の留学や若手研究者の研究を支援基金への積み立て20億2100万円産学館連携雇用拡大推進円卓会議開催費平成27年度2月補正予算31万円 県内学生の県内就職に向けた情報共有と課題解決のための会議を開催写真大村聡氏のノーベル生理学・医学賞受賞を契機として大村智人材育成基金を設け学生の留学や若手研究者の研究を支援ソファに座りノーベル賞の賞状を披露する大村聡さんです写真終わり 2。基幹産業発展創造プロジェクト。産業振興事業費補助金、8000万円。中小企業が産業技術総合研究所と共同で行う研究開発などに助成。住宅用自立分散型エネルギー設備設置費補助金、550万円。省エネや災害時にも有効なエネファーム。 蓄電池などの設置に助成太陽光発電設備適正管理等推進事業費75万円太陽光発電設備の適正導入や適切な維持管理に向けたセミナーを開催ものづくり人材就業支援基金積立金2億2,074万円 県内機械電子産業に就職を希望する大学生などの奨学金返還支援のための基金を設置。工業系高等学校専攻課設置準備事業費50万円。本県産業の人材育成のため、甲府工業高校への専攻課設置を推進。商工業振興資金貸付金。 237億5617万円。事業承継支援融資や小規模企業強化融資を創設し、中小企業の金融の円滑化を強化。山梨企業魅力発信親子セミナー事業費。平成27年度2月補正予算。127万円。学生や保護者を対象とした就職支援セミナーの開催。 山梨で就活女子応援事業費平成27年度2月補正予算143万円女子学生と県内企業で活躍する女性との意見交換会の開催など山梨企業サポート事業費平成27年度2月補正予算470万円企業希望者のビジネスプラン作成支援 女性を対象とした企業経験者との交流会など。3。地域産業元気創造プロジェクト。中部横断道沿線地域活性化ビジョン推進事業費30万円。沿線自治体と連携した協議会を開催。京南地域歴史文化ツーリズム振興構想策定事業費54万円。 京南地域の歴史や文化に関する地域資源を活用した観光振興構想を策定。通訳ガイド提供体制整備事業費、700万円。地域限定特例通訳案内士の養成研修。特用林産物産地化販路拡大事業費、213万円。黒アワビタケやダイオウなど、 新たな特用林産物の産地化を推進 CLT 広報導入実践事業費287万円 CLT 広報の導入推進のための供給体制調査や技術研修など山梨の森林プロデュース事業費292万円魅力的な森林スポットの情報発信や レクリエーションプログラムの作成など特定鳥獣適正管理費1億6,637万円新たな担い手としての民間事業者などの活用や共同埋設施設の設置などによる管理捕獲を実施家事王国山梨収納支援事業費補助金1,000万円 親元収納した農家指定による規模拡大に必要な機械・施設のリース経費に助成ワイン産地確立推進事業費2,152万円醸造用ブドウの生産拡大ワインの高品質化消費拡大に向けた取り組みを推進開園体活動促進事業費補助金600万円 商店街などが連携して買い物弱者を支援する取り組みに助成山梨水ブランド戦略推進事業費平成27年度2月補正予算2085万円本県の良質な水を守り育てるとともにブランド力を向上するための取り組みを推進名水が育む山梨の日本酒 PR 事業費補助金 平成27年度2月補正予算160万円。日本酒を通じた水ブランド力の向上を推進するためのイベントなどに助成。ユネスコエコパーク登録推進事業費平成27年度2月補正予算1620万円。 秩父多摩海国立公園を中心とした地域のユネスコエコパーク登録に向けた取り組みを推進食の山梨情報発信事業費平成27年度2月補正予算2400万円京北地域においてホテルなどと連携し食をテーマに情報発信京都地域ワインリゾート構想推進事業費 平成27年度2月補正予算272万円ワインを中心とする共都地域の観光資源を活用した観光振興の取り組みに助成案内表示版等多言語化支援事業費平成27年度2月補正予算5300万円民間事業者が行う案内パンフレットなどの多言語化を支援 陸上養殖チャレンジ事業費、平成27年度2月補正予算、2233万円。トラフグ養殖施設設備への支援など。ジビエ有効活用推進事業費、平成27年度2月補正予算、557万円。鹿肉のブランド形成に向け、 受給調査の実施や認証制度導入の検討など。山梨ワイン海外プロモーション支援事業費補助金。平成27年度2月補正予算。2200万円。英国ロンドンなどでのプロモーション活動に助成。山梨テキスタイルブランディング事業費。平成27年度2月補正予算。 1313 13万円。フランス企業と共同し、織物産地のブランド化を推進。写真。富士北陸地域をはじめとして、外国人観光客が増加。多くの外国人観光客を相手に、何か説明をしているガイドです。写真終わり。4。学び子育て環境創造プロジェクト。 山梨縁結びサポート事業費1953万円県民企業団体などのネットワークで若者の結婚を応援山梨子育て応援事業補助金3億3085万円第2子以降の3歳未満児の保育料無料化に対し助成 児童養護施設対処者等自立支援資金貸付事業費補助金8710万円児童養護施設対処者などへ家賃相当額などを貸し付ける事業に助成一人親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業費補助金4172万円就職に有利な資格取得を目指す 一人親家庭への貸付事業に助成。高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金685万円。一人親家庭の高卒認定試験合格を目指す講座の受講費用を全額給付。3千産後ケアセンター運営費補助金2706万円。 産後間もない母親の支援を行う産前産後ケアセンターの運営に助成。学力向上総合対策事業費、1億77万円。学校と市町村との連携による授業改善や家庭学習の一層の定着に向けた取り組みを推進。キャリアビジョン形成支援事業費、740万円。 小中高校が連携したキャリア教育を推進グローバル人材育成留学促進事業費320万円高校生用留学プログラムを作成し留学費用を助成グローバル人材育成教育プログラム導入事業費262万円国際的な大学入学資格が取得できる教育プログラムを 県立高校に導入総合球技場検討事業費1938万円県民のスポーツ振興と交流人口の拡大による地域振興を図るため総合球技場について検討女性の活躍支援事業費平成27年度2月補正予算275万円 講演会の開催、女性弁護士による無料相談など、中小企業、小規模企業、女性活躍推進事業費、平成27年度2月補正予算、280万円、企業の意識改革を図るための個別訪問や、従業員への研修会など、実践的技術者育成、機械設備導入事業費、 平成27年度2月補正予算1億1,820万円技能検定に対応したフライス板を工業系高校に導入し資格取得を推進富士北陸公園陸上競技場改修事業費平成27年度2月補正予算5,394万円屋内練習走路 フリーウェイトトレーニング室、夜間照明の整備に向けた実施設計。5、健やか快適環境創造プロジェクト。セカンドライフ生きがい就労支援事業費、381万円。シニア世代の就労による社会参加を促進するため、雇用形態や就労環境の検討などを実施。家計相談支援事業費。 106万円家計管理に問題を抱える生活困窮者に対する専門家による助言などを実施子どもの学習支援事業費1,178万円貧困の連鎖を防止するため生活困窮世帯の子どもの学習支援などを実施介護福祉士就学資金等貸付事業費補助金 3 123億12 3万円介護福祉士などの資格取得や潜在介護職員の復職を支援する貸付事業に助成介護人材裾野拡大緊急対策事業費700万円ボランティアセンターと連携した人材の掘り起こしなど農福連携障害者就労促進事業費286万円 障害者の経済的自立を支援するため障害者の農業分野への就労を促進自殺対策総合事業費5041万円自殺防止センターを核に市町村などと連携した自殺対策を総合的かつ計画的に推進空き家対策総合事業費1750万円 市町村が行う空き家実態調査に助成。医師派遣推進事業費7505万円。医師不足病院への医師派遣に助成。子どもの心総合支援体制高度化事業費451万円。心の発達総合支援センターの機能強化などに向けた基本構想を策定。 産医療体制整備事業費2,500万円山梨大学へ寄付口座を設置し分娩取り扱い医療機関のない地域での分娩再開などを支援胃がん予防推進事業費1,713万円ピロリ菌感染者の除菌治療費助成や普及啓発がん患者就労支援事業費 33万円がん患者の治療と仕事の両立を促進するための正しいがん知識の普及・啓発お試し住宅整備促進支援事業費補助金500万円空き家を活用した移住促進住宅の整備を行う市町村に助成山梨林ンケ農園利用促進事業費516万円 県外在住者の利用増加に向け、モデル農園の設置やお試し住宅と連携した市民農園の設置に助成。山梨暮らし支援センター体制強化事業費。平成27年度2月補正予算。2030万円。オール山梨移住セミナー。相談会の開催。首都圏での PR など。 山梨林事魅力発信事業費、平成27年度2月補正予算791万円県有施設の利用料金割引サービスが受けられるパスポートの発行など6安全安心交流基盤創造プロジェクト富士山噴火避難ルートマップ作成事業費184万円 静岡県と連携し多言語対応した避難ルートマップを作成消防防災ヘリコプター整備事業費29億円老朽化が進む消防防災ヘリコプター赤富士を更新木造住宅居住安心支援事業費補助金7835万円木造住宅の耐震診断改修などに助成 甲府駅南口バス交通案内表示システム整備事業費補助金3806万円運行情報をリアルタイムで多言語表示する機器の整備に助成交通事故分析調査事業費1079万円高度な事故分析を可能にする地理情報システム GIS を導入 未来を支える建設業就業促進事業費平成27年度2月補正予算1153万円インターンシップの実施 U ターン I ターン就職相談会の開催など問い合わせ先総合計画については政策企画課、電話055-223-1553 FAX 055-223-1776インターネットは山梨総合計画で検索予算については財政課電話 055-223-1382FAX 055-223-1385インターネットは山梨予算で検索 大村さ,さんメダルを携え帰郷2015年ノーベル生理学・医学賞を受賞した韮崎市出身の大村さ,さんノーベル賞授賞式のために訪れたスウェーデン王国ストックホルムでの様子を取材しましたなお県では3月18日本県初となる名誉県民の称号を大村さんに送りました 見開き2ページにわたり取材の様子が写真とともに掲載されています最初の写真授賞式の報告のため県庁を訪れ賞状を披露する大村さん後藤知事が手にしているのはメダル二人ともソファに座りにこやかに談笑しています写真終わり次にノーベルウィーク中のストックホルム ノーベルの出身地ストックホルムではその命日12月10日に毎年ノーベル賞受賞式が行われるその日を中心に関連行事が開催されノーベルウィークと呼ばれている「写真」「受賞者が宿泊するグランドホテル」と「アーランド国際空港の受賞者を歓迎する看板」の2枚が掲載されています。看板には、 ノーベル・プライズ・ローリエッツの英文などがあり右側にメダルが描かれています写真終わりノーベル博物館12月6日ノーベル賞や歴代受賞者の創造的な活動を展示や映像などで紹介するノーベル博物館大村さんも授賞式前に訪れイベルメクチンの分子模型や 微生物のサンプルなどを寄贈したまた受賞者は館内の飲食店ビストロ・ノーベルの椅子の裏にサインすることが恒例になっている写真が3枚あります1枚目ノーベル博物館訪問後記者の質問に答える大村さん2枚目真ん中が大村さんのサイン椅子の裏に3名のサインがあります3枚目 寄贈した模型やサンプルが展示されている写真終わりノーベル賞受賞記念講演会12月7日受賞対象となった研究の概要などについて受賞者が講演を行う会場となったカロリンスカ研究所の前に会場の3時間以上前から聴講者が行列を作るほどの大盛況だった大村さんは イベルメクチン開発の経緯やアフリカをはじめ世界各地にもたらした効果について講演満員の会場からは大きな拍手が送られた写真が2枚あります1枚目データや画像を使いながら英語で講演2枚目他の受賞者の講演を聴講する大村さん写真終わり ノーベル賞受賞式12月10日受賞式はストックホルムコンサートホールで行われカール16世グスタフスウェーデン国王から受賞者一人一人に賞状とメダルが授与された会場前の広場には大勢の市民や来訪者が集まっていた写真が2枚あります1枚目ストックホルムコンサートホール 1920年代の新古典主義建築を代表する建物2枚目授賞式を終えほっとした笑顔を見せながら晩餐会会場に向かう大村さん写真終わりノーベル賞受賞祝賀晩餐会12月10日授賞式直後の祝賀晩餐会はストックホルム市庁舎内青の間で開催される 大村さんの座席はクリスティーナ王女の隣、王女と歓談する姿などがテレビ中継された。写真が2枚あります。1枚目、晩餐会が行われた青の間、スウェーデン国王など約1300人が列席。2枚目、ストックホルム市長者、晩餐会後の舞踏会が行われる黄金の間は、 1800万枚の金箔やガラスのモザイクで彩られた壁が圧巻。写真終わり。触れ合い冬後読者アンケートから。人の役に立つことをしようと常に心がけている姿勢に感動。中央市50代女性。研究功績はもちろん飾らない人柄に感動。北斗市60代女性。 先生の講習弁に愛犬心を深く感じる。藤吉田氏、80代女性。興味を持ったことへの探求心や、最後まで諦めない気持ちを学べた。笛吹き氏、20代男性。大村美術館で先生とお話しでき、至福の時でした。甲府市、70代女性。大村五六、長房は人を養う、が好きです。北斗氏、50代女性。 亡くなられた奥様が一番喜んでいるでしょう。上野原氏、70代女性。問い合わせ先、私学科学振興課、電話055-223-1312。インターネットは、山梨ノーベル賞で検索。大学生の地域貢献の取り組みを紹介。情熱ユニバーシティ。 出会いと発想が街を生き生きと「ボリューム8身延 m 大学仏像修復」を通し日本の伝統的な技術を継承していく学生たち地元山梨から被災地やラオスの世界遺産まで幅広いフィールドで活躍身延山大学東洋文化研究所仏像製作修復室は 仏像の製作や修復などを行う研究施設です学生たちは通常の授業を受けた後仏像製作修復室に集い教員や先輩の指導の下仏像の修復などに携わり実践的な技術を身につけています県内の修復作業としては七面山慶新院美濃部町の真二殿や幸雲寺山梨市 の阿弥陀如来坐像など貴重な文化財に携わっていますまた仏教を学んでいる学生だからこそできる社会貢献を行い人々の心の支えになりたいと東日本大震災の被災地に非母観音像を混立現在は2体目として地母観音像の制作に取り組んでいますさららに2001年から ラオスの世界遺産の町ルアンパバンの仏像修復プロジェクトも企画から現地での作業や運営まで学生が主体となり行っています人員調査や仏像基本台帳作成などの基礎情報の収集から始まったプロジェクトは先輩から後輩に代々受け継がれています現在では仏像修復活動は拡大し 現地の修復技術者の育成にまで進展を遂げているそうです仏像や文化財の修復ができる技術者が減少しているという今日日本の伝統的な技術を身につけ世界中から必要とされるようになりたいと学生たちは日々研鑽を積んでいます写真仏像修復室での集合写真が掲載されています 背丈より高い仏像の前で柳本教授と共に学生3人が微笑んでいます4人の前の作業台に置かれているのは法王でしょうかその他にのみをふるったり彩色を施している修復室のスナップ写真も3枚ありますもう1枚あるのはラオスの仏像でしょうか写真終わり 活動のすべてが自分の成長につながっていると感じます仏教学科4年岡村達人さん世界遺産修復で他国の文化に触れたり卒業生の方々の仕事をお手伝いさせてもらったりそんな活動のすべてが自分の技術と内面の成長につながっていると感じています仏像制作に興味があってこの大学を選びましたが 今では仏教についてもっと勉強したいと思うようになりました得難い経験にはたくさんの感動があります仏教学科3年池田幸奈さんオープンキャンパスで飲み入れをさせてもらったひぼ観音像に入学後再式し岩手県陸前高田市のお寺に収めました地元の皆さんに感謝されたことを今でも鮮明に覚えています 将来の目標は学芸員ですが修復にも携わっていきたいと思っています世の中に必要とされる存在となり未来に技術を継承してほしい仏教教学科柳本勲教授文化財の研究は進められていても修復など技術面の蓄積はおろそかにされがちです 仏像政作という人の心の支えとなる学びができるのは全国的にも例がないことです技術の習得は決しかし日々の積み重ねを大切にし諦めずに粘り強く取り組めばできることを知ってほしいそして知識技術の習得にとどまらず人間としても大きく成長しエキスパートになってほしいと願っています。 問い合わせ先、みノぶさん大学。電話、0556620107。代表。ファックス、0556620727。インターネットは、みノぶさん大学。で検索。一瞬を大切にきらめく、山梨の春。ボリューム8。 世界中から山梨に訪れる方を裏表なくおもてなし風林火山紅葉戦国隊新元校の御女松姫こと伊藤由香さん写真華やかな姫装族に身を包み微笑んで立っている伊藤由香さんです写真終わり各地で活躍する武将隊に感動し山梨にもと一念発起 よう参られました存分にお楽しみ下され華やかな姫装束や勇ましい甲冑に身を包み武田信玄の菩提寺エリ林寺の三門前でにこやかに声をかけながら訪れる人々を迎える紅葉戦国の松姫様と武田勝頼子観光客は写真を一緒に撮ったり信玄公やエリ林寺の説明を聞いたりと 二人との触れ合いいを楽しんででるようです歴史に興味のなかった由香さんが松姫姿でおもてなしをするようになったきっかけは歴史好きなご主人に連れられて行った名古屋城で「名古屋おもてなし武将隊」の活動を目にしたことでした言葉遣い立ち居振る舞い全てにおいて武将になりきったおもてなし隊のメンバーが 徳川家の歴史や地元の観光スポットなどいろいろな情報を分かりやすく観光客に伝えていました「こういう地域 PR の仕方もあるんだと感動しました」とゆかさん「山梨にもこんなおもてなしがあったらいいのに」という思いがその後も各地で武将隊と触れ合ううちいつしか「誰もやらないなら自分で」という決意に変わり2012年4月 前身となる風林火山海のトラ武将隊を結成2年半の活動の後休止期間を経て隊名を風林火山紅葉戦国隊に改め昨年活動を再開しました信玄港勝頼港のかっこよさと山梨の魅力を国内外へ地域活性化と観光促進を目指し エリンジをを拠点に活動を広げている紅葉戦国隊新潟県上越市の県振興祭りや山形県米沢市の上杉雪道路祭りなど各地の祭りやイベントに出陣して山梨の PR や他の武将隊との交流なども行っていますまたインターネットを通じて山梨や武田家の情報を発信することも大切な活動だといいます 出会った方やブログを読んでくれた方に信玄校や勝頼校は偉大でそしてかっこいい武将だったんだねと思ってもらえることが一番の喜び先日あるテレビ番組でエリンジを訪れたフランスの方が私たちと撮った写真を見せながら「この出会いがきっかけで日本文化のファンになり移住しました」と話していました。 ココツコツと地道なな活動を続けてきてきかったなと改めて思いましたこれからも日本はもとより世界中に武田家と山梨の魅力をアピールし5年後に迫る新元校生誕500年に向け仲間を増やし活動をより充実させていきたいと語ってくれました写真が4枚あります。1枚目 昨年8月は県神公祭りへ出陣今年4月に信元公祭り5月に新州岡谷の筒子祭りに出陣の予定姫装束や甲冑に身を包んだ多くの人の集合写真です2枚目身につける甲冑や装束はすべて自前山梨の PR になればとの思いから公衆因伝や軍内織物など 山梨の伝統工芸品を随所に使っている観光客と共にカメラに収まる紅葉戦国隊の松姫様と武田勝頼公です三枚目エリンジの随所で武田家の家紋武田氏を目にすることができる屋根の上の鬼瓦にある武田氏、三千と輝いているようです最後は 出陣情報は Facebook やブログで発信しておりまする。メンバーも募集しておりまするので、興味がある方々ご連絡をお願いいたしとうござりまする。杖を持つ松姫様の手元のアップです。公式ブログは、紅葉戦国隊で検索。写真終わり。未来を切り開いた郷土の誇り。山梨の偉人たち23。 日の春開拓に尽力した明治治の政治家富岡1822 1909年年から年佐賀藩の師範小木藩の藩士の家に生まれ明治維新を獄中で迎えた富岡明新政府の高官として赴任した山梨で土肥藤村両県令の補佐役として大正義理騒動の収集と日の春開拓に尽力。 晩年山梨へ戻り監視団で活躍した写真が3枚ありますまず和服姿で口をへの字に結んだ富岡啓明の肖像写真北斗市郷土資料館提供2枚目山梨県権山寺に任ずる事例個人像3枚目啓明が開拓に尽力した日野原元 北斗市長坂町に建てられた日の原日写真を終わります地方公館として頭角を現す富岡啓明は1822年文政5年佐賀藩の師範小木藩の藩士熊代俊春の次男として生まれ同藩士富岡宗八の養子となった1842年天保13年 藩主鍋島直介のそば役となり江戸藩邸の折水助の役などを務め将来を職望される身であったが1864年元治元年藩の将来を憂慮した有志が起こした大田クランド成敗未遂事件に際し首謀者として死罪を言い渡される。獄中で明治維新を迎えたが1869年明治2年 御社となり佐賀藩に仕えた廃藩治験が行われ伊万里県現佐賀県の権三寺に任じられ明治政府の地方公館として頭角を現していった権三寺として山梨へ赴任大正義理騒動の収集を図る1872年明治5年3月山梨県権三寺を任じられ着任。 その頃山梨では山梨八代駒三軍の農民に有利な大庄斬り税法の廃止をめぐって政府県庁と農民の対立が深刻化しつつあった8月に廃止の告知がなされると甲府盆地東部の住民6,000人が武装放棄し県庁へ撤回を迫るという大正義騒動が起こるこの時土肥建造建令を補佐し 農民を説得するなど対応に当たったのがケイだった。土肥検定は一度は農民の要求を入れたが、軍隊の到着とともに要求を却下。3800人近くが罪に問われ、首謀者として二人が死刑となった。ケイは処罰として犠牲者を出したことを、後々まで残念に思っていたという。日の春開拓に心血を注ぐ。 1873年、18年、明治6年大正義理騒動の責任を問われ罷免された土肥に代わって藤村志郎が着任し県内の植産工業に乗り出した圭明は日の原現日の,春の開拓を提言し自ら責任者となった隊長後馬で日の原へ駆けつけ大声で激励する圭明を開拓者たちは「圭明さん」としたい を開墾して桑茶ブドウなどを植えつけた後年この地には富岡の地名が付けられたまた1874年明治7年に日の原に設立した養蚕練習所へ県内先進地から養蚕技師を派遣し地元青年たちの定着を支援した西南戦争では熊本城に牢城その後三隅港を建設 1875年明治8年啓明は明道県現徳島県明道県御礼の命を受け山梨を後にし翌年には熊本県御礼となった当時の九州は明治政府への不満が渦巻いていて1877年明治10年2月西南戦争が勃発する啓明は熊本城内に籠城し 最後高森の軍勢の進軍を阻止した戦争終息後は戦乱からの復興のため旧制第五高等学校現熊本大学の誘致山梨から技術者を招いての製紙業の振興などに尽力さらに九州産の石炭を輸送するため宇都半島の西端に三隅港を建設1887年 明治20年に開校した写真があります大正期の三住校明治三大地公と称され明治日本の産業革命遺産として世界遺産に登録された浮市教育委員会提供写真を終わります山梨をついの住処に1891年明治24年 熊本県知事を退任し貴族院議員となった慶明は琴夫人と共に山梨へ移住する政界引退後西山梨郡里垣村現甲府市に建てた洋風建築の指定総称三謀にて監視集総称三房志士を観光するなど山梨の監視団の中心人物として活躍した後1909年 明治42年88年の生涯を閉じた記事監修山梨大学名誉教授斉藤康彦山梨近代人物館山梨県庁舎別館2階甲府市丸の内1 6 1第3回展示「近代山梨を築いた人々」期間4月1日金曜日から。 9月30日日金曜日まで開館時間午前9時から午後5時まで休館日第2第4火曜日12月29日から1月3日まで入館料無料電話0552310988ファックス0552310991 山梨の今をお届けする情報ページ「山梨県政ニュース」「県立リニア見学センター」の展示をバージョンアップリニア見学センターではリニアをより身近に感じられるよう展示をバージョンアップしました今回登場したのは「新展示物リニアで GO と」とリニアの仕組みを分かりやすく紹介する解説映像そして リニア開通後の山梨を描いた大型ジオラマを武田美志丸が旅するジオラマの新ストーリーの3点です2月2日のオープニングセレモニーには川藻保育園鶴市の園児約20人が参加し展示を楽しそうに鑑賞体験していました写真 モニターに映った自分がさまざまなキャラクターに変身してリニアに乗車し品川名古屋間の旅に出発する「リニアで GO」。写真終わり。産前産後の親子をを支える新サービスを開始。県と市町村で構成する山梨県産後ケア事業推進委員会では産後間もない母親と乳児が一緒に宿泊し 心身のケアや育児指導などを受けることができる宿泊型産後ケア事業を開始しました利用の相談は各市町村で受け付けていますまた県では産前産後の心身や育児に関する悩みを助産師が受け付ける電話相談窓口055-269-8110 24時間365日対応 電話相談窓口をししましたどちらも健康科学大学産前産後ケアセンター笛吹き市で実施しています写真1月27日後藤知事出席のもと産前産後ケアセンターの竣工式が開催された写真終わり県内初の水素ステーションがオープン2月22日 燃料電池自動車の普及促進を図るため県が設置費用を補助した水素ステーションが甲府市内にオープンしましたこれに合わせて県のの公用車車とししして導入たた燃料電池自動車の出発式を行いました新しい公用車は水素の充填セレモニー後後藤知事を乗せ多くの来賓と報道関係者が注目する中出発しました 県では水素エネルギー社会の実現を目指し燃料電池自動車などの普及促進と関連産業の集積・育成に向けた取り組みを今後も積極的に展開していきます。写真出発式で水素の充填セレモニーを行う後藤知事写真終わり山梨の酒を海外へ国内外でセールスを展開 1>, 1月下旬、県では茨城県と共同でベトナムから国営旅行会社と有力雑誌社を酒蔵ツアーに招き両県の魅力を PR しましまた。来県した参加者はワイナリーや酒蔵ウイスキー蒸留所などを巡り作り手にさまざまな質問をしながら製造工程を撮影したり製品を試飲したりしていました。 ベトナムからの訪日客は近年増加しており今回のツアーをきっかけとして山梨県へも来客の増加が期待されます写真酒蔵を見学し日本酒の醸造についての説明を聞く参加者たち写真終わり2月上旬新井副知事はロンドンで甲州ワインのトップセールスを行いました 現地ではプロモーション効果を高めるため在英国日本国大使館の全面的な協力を得世界中に影響力を有するソムリエワインジャーナリストを招いた試飲会などを開催参加者から高衆ワインの繊細な味わいと料理との相性などについて高く評価され今後の高衆ワインのさらなる販路拡大に向け手応えを得ました写真 公衆ワインの魅力をソムリエやワインジャーナリストに説明する新井副知事写真終わりふれあいアンケート読者プレゼントアンケート問1今後の中で最も関心を持った内容は問2ダイナミック山梨総合計画の6つのプロジェクトのうち最も関心があるプロジェクトは いただいたご意見の一部は夏号で紹介させていただきます。応募方法。アンケートの回答と次の1から5をご記入の上、はがき、電子メール、ファックスのいずれかの方法でご応募ください。1、郵便番号。2、住所。3、氏名。4、年齢、性別。5、電話番号。応募先。 山梨県校長広報課ふれあい読者プレゼント係はがき郵便番号400-8501甲府市丸の内1の6の1電子メール k o u c h o p r e f y a m a n s h i l g j p に ふれあいプレゼントと入力ファクス055-223-1525締め切り4月30日土曜日当日消心有効商品の発送をもって当選発表に変えさせていただきます個人情報は商品の発送のみに使用します今回のプレゼント甲州地酒かすみそ漬けセット 抽選で5名の方に、インターネットは「おいしい会」で検索「山梨おいしい会」のホームページで通販もご利用いただけます県立施設の最新情報をお届けイベント情報県立四館、美術館文学館博物館高校博物館は小中学生高校生などの観覧料が無料です 県立美術館、甲府市区川1-4-27。電話055-228-3322。ファックス055-228-3324。ルネサンスの巨匠、ミケランジェロ展。神のごとき芸術家と称えられたミケランジェロ・ブオナローティ。 石の塊からダビデなどを掘り出した彫刻家でありシスティーナ礼拝堂に最後の審判など壮大な物語を描いた画家でありサンピエトロ大聖堂の造影などを手掛けた建築家でもありました今回は彼の創造の奇跡をカーサ・ブオナローティ所蔵の素描や建築設計図面書簡などの貴重な作品によってたどります 開催期間4月23日土曜日から6月12日日曜日まで観覧料一般1,000円大学生500円各種割引などあり詳しくはお問い合わせください素描の写真2枚システィーナ礼拝堂天井が熊への巫女のための東部修作1508年から1510年まで。 鳥の王立図書館像背を向けてひざまずく男性ら大像修作1540年頃カーサ・ブオナローティ像写真終わり県立博物館笛福市三坂町成田1501-1電話0552612631ファックス0552612631 1> 1開館10周年記念特別展武田二十師匠信玄を支えた家臣たちの姿甲の国から全国有数の戦国大名に成長した武田氏その発展は武田信玄個人の力だけではなく多くの家臣の活躍によって実現したものです。今回は 信玄を支えた家臣として後世までその名が知られる武田二十師匠を中心に彼らの古文書文具や肖像などを通してその実像に迫りますまた彼らの子孫が江戸時代以降にどのような活動をしていたのかも併せて紹介します開催期間5月23日月曜日まで観覧料一般1,000円 大学生500円各種割引などあり詳しくはお問い合わせください写真2枚諏訪市ゆかりの鎧本小座根赤糸おどし銅丸諏訪市博物館像武田二十四小図写真終わり県立文学館甲府市久川1五5三3 5電話 055-235-8080ックス055-226-9032特設展辻蘭外広州の近世廃人江戸時代後期に活躍した廃人辻蘭外1770年から1845年辻蘭外は越前の国鶴ヶで生まれ 青年時代から没年までを公衆で過ごしました長族射脱の人として知られ蘭外実鉄をはじめとする多くの門弟を育てその後の公衆拝団に大きな影響を与えました味わい深い書画を多く残した蘭外親しみと共感を呼ぶ句と書画を紹介します開催期間4月29日金曜日 祝日から6月19日日曜日まで観覧料一般320円大学生210円各種割引などあり詳しくはお問い合わせください写真2枚「面白きよういっぱいに富士の山」自我「自画山熟曹」「個人像」 聞かさじとする初声か、ホトトギス。字画さん、熟装。写真終わり。ジュエリーミュージアム。甲府市丸の内1の6の1。山梨県防災新館1階、山梨プラザ内。電話、055-223-1570。ファックス、055-223-1572。 企画アアイデアを形にする人職人日本一のジュエリー産地山梨昔も今も山梨の宝飾産業を支えているのは貴金属加工宝石研磨奇跡彫刻の技術を受け継いだ職人たちです今回は収蔵品を中心に貴金属加工職人とその仕事を紹介します 県内のデザイナーと職人の自由な発想から生み出された作品とアイデアを形にする職人たちの確かな技をご覧ください。開催期間、6月13日月曜日まで。観覧料、無料。4点の指輪の写真があります。リング、首都再生。リング、節月化。リング、 M MUSE 写真終わり県立考古博物館甲府市下曽根町923電話0552663881ファックス0552663882春季企画展「お肌のきれいな縄文土器」 一ノ沢遺跡と酒飲み場遺跡市の沢遺遺跡跡と酒飲み場遺跡から出土した縄文土器のきめ細やかな土肌は縄文人が生鮮された態度を丹念に磨き込んでいたことを物語っています山梨の良質な土が生み出した美器の表をご覧ください開催期間4月23日土曜日から 6月12日日曜日まで観覧料無料写真顔面とってつき土器顔面部重要文化財一の沢遺跡出土写真終わり富士山科学研究所富士吉田市上吉田麻県丸日5597-1電話055572 ファクス0555726183森のガイドウォーク富士山が作り出した森の探検をテーマに赤松林を散策富士山の成り立ちや動植物の特徴などの説明を聞きながら森の素晴らしさを体感できますポストカードのプレゼントもあります開催日時 4月29日金曜日祝日から5月8日日曜日まで5月中の土曜日日曜日開催時間は10時11時13時14時15時の5回で所要時間は約50分参加料無料写真 専門解説員が富士山の成り立ちについてパネルを使ってわかりやすく説明パネルの前で訪れた人たちに説明をしているところです子供もいます写真終わり県立科学館甲府市愛宕町358-1電話055-254-8151ファックス0 5 5 2 5 5 再演春パネル展「ミクロワールド身近な微生物たち」ノーベル生理学・医学賞を受賞した大村智氏の研究概要や私たちの生活に深く関わっている微生物について紹介します期間中には講演会やワークショップなど数多くのイベントも予定しています 開催日時5月8日日曜日まで観覧料入館料のみでご覧になれます写真大村氏が開発に携わった医薬品イベルメクチンの分子模型写真終わり森林総合研究所南駒郡藤川町西昇寺2290の1電話055622 ファックス「森の教室植物画の世界」ボタニカルアート展植物の特徴を正確に表現しつつ芸術性も兼ね備えることが求められる植物画国立科学博物館筑波実験植物園が主催した 第31回植物画コンクールの入賞作品を展示します開催期間4月9日土曜日から5月8日日曜日まで観覧料無料写真草いちご片木千鶴子国立科学博物館長賞写真終わり山梨のおもてなしレシピ8 タケノコの森オープンサンサド柔らかくて甘い南部町のタケノコベーコンと一緒に炒めるとうまみとコクが増しパンとよく合います春の息吹を感じる彩り鮮やかな一皿です材料2人分1人当たりの食塩相当量 2.0g なお国の基準では1日当たり男性 8.0g 未満 女性 7.0g 未満が目標量です南部町のたけのこ水煮 100g ベーコン2枚サンドイッチ用食パン4枚塩コショウ少々くるみ適量パプリカゆでたグリンピース適量粉チーズ青のり少々スペアミント適量合わせ調味料マヨネーズ 大さじ3練りごま大さじ1白味噌小さじ1作り方1たけのこの穂先は飾り用に長さ 10cm 程度に切る4本残りのたけのこは幅 5mm 程度の細切りにする2ベーコンも幅 5mm 程度の細切りにしくるみは細かくつぶす3 ベーコンを油が出てくるまで炒め、飾り用と細切り両方のタケノコを加えて炒める。塩胡椒をして最後にクルミを加え、香ばしい香りがしたら火を止める。4、飾り用のタケノコ以外の3をボウルに入れ合わせ調味料で和える。5、食パンを三角形になるように半分に切り、4を乗せ、パプリカ、グリーンピースを飾る。 粉チーズ青のりをふりかけ飾り用の竹のことスペアミントを添えて出来上がりワンポイントアドバイスパンの他にもお肉のソテーやパスタ炊きたてのご飯にのせても美味しいです料理監修フードコーディネーター足澤かなえ。料理の写真食パンの上にのせられた細切りの竹の子。 グリーンピース、ミントなどの緑、パプリカの赤や黄色と彩り鮮やかでまさに春を感じさせてくれるオープンサンドです写真終わり動画で見てみよう1スマートフォンまたはタブレットに大文字 L 小文字 AYAR レイヤーの AR アプリをダウンロード無料2アプリを起動3 料理の写真に飾した後、画面をタップすると動画が再生されます。山梨県の広報誌、ふれあい特集号春、ボリューム48。平成28年4月1日、期間、山梨県校長広報課発行。郵便番号400-8501、甲府市丸の内1-6-1、電話055。 ファックス0552231525山梨の県有林は森林管理認証を取得し世界的な基準で豊かな森づくりを行っていますミックス責任ある木質資源を使用した紙 fsc w w w f s c o r g f s c C023103 山梨森の印刷紙この印刷紙には FSC 森林管理認証を取得した山梨県有林からの木材が使用されています。以上で「声の山梨県の広報誌ふれあい特集号春 v o l ーム4 8を終わります制作は山梨ライトハウスでした。